回の動画からまた別日に再び同じ場所に訪れました。今回は娘は学校のためパパと春豆とお出かけ。今日はパパがどうしても撮影したいことがあるというのでお手伝いも兼ねてやってきました。が実はこの時点でトラブル発生。今日はママは抱っこ紐を忘れわざわざトイレに帰りました。1時間以上で、まあそんなこんなでパパがこの日どうしても撮影したいこととは柴犬豆と一緒にツーリング、この抱っこ紐を忘れたということですね。まあ正直私的には危ないのであまりやってほしくはないのですが、前回も言った通りここは廃墟で人や車の出入りが少ないこと、スピードは出さず安全運転で走行するというので見守ることにしました。頼むから事故らないでね。さて豆はどんな反応するのか。暴れも吠えもせず、むしろちょっと楽しそう。するとここで思わぬ反応が。走ってる？かわいい。すいません、親バカですが、これ見たとき思わずかわいいって叫んじゃいました。ちなみにパパとマネが走ってる間、私とハレは撮影大会。普段は私がカメラを回すことが多いので、私とワンコたちの写真や動画が少ないので、たまにはハルエと2人で思い出を作ろうとカメラで遊んでました。マメは風に乗って景色を楽しんでいる模様。コーナリングではそっとパパの腕をつかむ。最初にバイクで走った時より少し顔に余裕が出てきてます。一緒に走ってるつもりなんでしょうか。思わず腕が動いちゃうらしい。それではしばし豆のツーリングをお楽しみください。気じゃないのはこちら。心配性の私よりさらに心配性のハルエはパパとマメを呼んでます。帰ってきました。帰ってきた。かわいい。かわいいな。慣れたな。慣れてる、うん、すごいじゃん。もういいじゃん。ね、楽しかった。うん、よかったね、まみちゃん。
かわいいね。やっぱ前抱きの方が安定感あるね。なんか後ろ抱きより前抱っこの方がすごい守ってあげてる感があると思う。ハルもやる？え？うーわしないの。そう、ここに連れてきた目的はバイクに乗るためだけではありません。先月ガチ喧嘩をした春豆を交流させて仲良くさせよう作戦もあります。ということで春豆一緒にお散歩へ。これで仲良くなれるといいんですけど。ここは先ほどパパとマメが走っていた道のりです。道の途中には大きな橋が。バカじゃないと思うけどね、うん、危ないよ。この橋から落ちるという。ちなみにここも施設の敷地内。かなり広い敷地なので走りたい放題です。マメもこの景色を楽しんだのでしょうか。この辺は桜の木なので桜が咲いたら景色も華やかで良さそうです。さらにくるっと回って敷地の入り口に向かって一直線。そしてその先が敷地の入り口となってます。ご覧の通り人も車の出入りもとっても少ないし、豆とバイクでちょこっと走る分にはちょうど良い環境かと。いろいろなご意見、ご感想などあるとは思いますが、何の考えもなしに撮影しているわけではないということをご理解いただければ幸いです。さて、それでは歩いて車まで戻ります。春豆を交流させてみます。さあどうでしょう。ガウガウしない。お互いまだ緊張感はあるけど、お尻を嗅いでも怒らない。どうやらお散歩作戦が功を奏したようです。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。